組み立てる。枠。そしておまじない。まあ、ゾウさんこの入れますよね。ゾウがいます。そしておまじないをすると、えいっとするとゾウが消える。えいっ。え？不思議じゃない。すごすぎる。え？見えた？なんともう一度いきますよ。もう一回いくよ。ちょっともう入れるよ。これ台ね。台入れます。間違いなくゾウさん。ゾウさんもう一回するよ。入れますよね。はい、この状態でゾウはおまじないすると完全に消える。丸見え。そんなことないはずだな。どこに見えた？え？裏？そんなことないはずだ。ちょっとおまじないだ。うわっ、おい、消えてなくなるぜ。すごすぎるぜ。おい、でございますね。さあ、コップが3つ、ハンカチが入ってます。なんとこのハンカチが背中を通すだけで、よっ、不思議じゃない。こっちに来た。どういうこと？これがこっちに来ますよ。ワッツースリー。じゃあいきます。これハンカチが来たら今度は真ん中に行きます。ワンツースリー。すごすぎて、なんで？え、ワンツースリー消える。消える。どこにもないハンカチが。すごすぎる。おーい。ある？お、こんなところに。はい、引っ張って。あたれれれれれんでげれんでれれ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 。不思議じゃない。何の変哲もない白い額の上、裏は後で見せます。裏は後で。ワン、ツー、スリー。お、タヌキじゃありません。どっからどう見てもパンダさんでございますよ。ワン、ツー、スリー。おい、パンダになっちゃうで、すごすぎるぜ。おい、ほら、裏何もないぜ。まあ、よくしゃべりますね。インティギのアフラ取り戻すじゃないぞ、この野郎。おーい、男ですよ。取れます。さあ、紙コップに何か絵があります。ちょっとちっちゃいけど、わかるかな。卵と、すごい、卵と巣です。さあ、卵を巣の中に入れます。そして温めるとどうなる。生まれちゃう。お、なんか出てくる。鶏、鶏といえば、よく聞いてよ。いくよ。お母さんにタコ糸をもらって濡れティッシュで拭くと
で、そうすると卵がまた出てくる。卵でございますよ。さあ、卵料理で一番好きなのは何ですか？卵焼き、目玉焼き。さんが美味しい目玉焼きを作ってあげよう。えい、温めて、いや、お、タラララララタガルデレレレレタレレレレレレレ、わお、お、じゃ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 、目玉焼きだよ。不思議じゃない。食べる。上からって種見えてます。大丈夫ですか？さあ、使うのはこちら。何の変哲もない三角屏風。ちょいとおまじないすると、おっかいと。さらにおまじないすると、わっ、ほっ、ほっ、やだ、すごすぎる。後ろが怪しいとな。何もない。不思議じゃない。すごい、すごすぎて反応できない。さらにおまじない。じゃじゃじゃ、おまじないすると、いや、不思議じゃない。お猿さんだよ。もう少し真面目なマジックしましょうかね。おじさん、真面目なマジックもできますよ。もちろん。じゃじゃん。さあ、出てまいりました。ちょっと怪しい板。怪しい板。そして一番怪しいのは、じゃじゃん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 。チュチュ。板を置く、チュチュを置く。怪しい板チレを置いておまじない。そして全体をおまじない。いやー、えい、これだけで完璧です。おお、わあ、お、お、わあ、不思議じゃない。よ、まだ、まだ、お、わ、怪しい布切れ、お、今度は、じゃ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 、あ。よっ、おれ、おっ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 、不思議じゃない。山のように出てくるで、すごすぎるぜ。おい、何もない。続きまして、さあ、みんな大好きゾウさんでございますね。シャキーン。さあ、使うのはこちら。何の変哲もない、チュランプ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 。では、じゃあ、手あげた。じゃあ、パラパラってすると、ちょっとストップと言ってください。いきます。お、見える。さあ、このトランプをゾウさんに当ててもらいます。さあ、トランプを中に入れて、ゾウさん、お願いします。パオーン。当たった。はい、ちょっとお腹が空いてるようです。リンゴを差し上げよう。さあ、次はお願いしますよ。パオーン。
マタリンのお腹が空いてるようですね。今度こそお願いします。あおお、お腹ペコペコみたいでございますね。リンゴ、リンゴ大好きなんです。さあ次はお願いしますよ。パオーパオー、当てる。不思議じゃない。すごすぎる、すごすぎる。さあ今度使うのはこちら。何の変哲もない布ちれの枠。さあこの布ちれに誰かサインをしてください。誰かサイン書きたい人。お、早かった、そっち。じゃあお嬢さん名前です。何でこのまま書くとツボにつくよ。お、いいですね。なんかやる気のないサインですけど大丈夫ですか。じゃあ自分のイニシャルだけか。イニシャルは丸くんじゃん。わかる、この感じ。さあ、こんな感じで書いていただきました。間違えるからのサインです。はい、書いてもらいましたよ。書いてるね。で、枠からまず外す。さあ、ここに置きます。さあ、そこで使うの。のちで目を離さないように今を見とってよ。小さく丸めて、どん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 小さく丸めると、だん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 布ちれが小さくなります。めちゃくちゃちっちゃくなる。ぎゅうぎゅうにする。キュッキュッキュッと。あとは息をふっとかけると消えてなくなる。わでしょ。さあ消えた布ちれどっかに行きました。どこだと思う。え、袖の中。袖じゃない。さあゾウさんは好きな食べ物が何だと思う。リンゴ。さあリンゴ、じゃあ手前から123ありますよね。123、何番がいいですか。2番。123ね。2のリンゴ、2のリンゴを切ると、あれ、ちょっと待ってよ、押さないように引けた。来た。うわ、リンゴの中に、うわ、広げて。不思議じゃない。すごすぎる。よかったよかった。最後の最後でね、マジックができて。さあお時間となりました。以上行ってきましたテルサでございました。どうもありがとうございます。